ごめんなさいね、なんか夜中で遅くなってしまって。いやいやいや、ありがとうございます。あ、はい、どうも。はい、ありがとうございます。あ、はいはい、どうぞ、お上がりください。実はちょっと見に来たいなと思ってて、思っててちょっと実は。さっちゃん。さっちゃん。ラッキーやね。ラッキー。ここ出れたっていう。出たかったのね。そうなんだ。そうなんだ。今ずっと。朝から一回出て遊んでたからでもこっちのイカダのクロージッとしてて見てたんだけど出たいしてあげようかなとか思ってたけどまあいいや今飛び出しましたね飛び出しましたねチャンスだとばかりにどこは行かないかなそうなんですねでも大丈夫私一緒にずっと歩くかなお商売はここではしてされてない。お住まいでね。立派なお家やからお商売しちゃったやろかと思って。お商売はね、なんか布の見本みたいなのがあったりとか、そういうのをしましたけどね。あの屋号とかのあるこういうあの藍で染めたものとかね。あのなんていうの、斑点みたいなやつとか、まだ塗ってないやつとかね、そういうのありましたけどね。あのここで何かこうやるってことはなかったですね。でただ空き家になってて30年空き家になっててね、もうあの住めるような状態じゃなかったんですよ。あの分けてもらった時には。それで私たちもそのすぐに引っ越してこれないから4年後かな3年後かな1994年から住み出して、うんうん、最初は甲賀町であの主人は2年間ぐらい染色の仕事に通ってたんです、はい、通うのが大変でね、うん、今ここ地域箇所 で染色さんに頼まれてずっと住まれまして、で5年前に亡くなって、うん、今ギャラリーもその来てる時からしてたんですけど2001年ぐらいから、うんうん私もそれも自分自身はそのままできないから、あのまあ、ギャラリーだとすぐやってる状態なんですけどね。で、猫がだから、猫がやってきて、主人が亡くなってから。で、私、そのスマホがなくて、ガラケーだったんだけど。この子のために。いや、この子のためっていうのかはね。時代がほらガラケーが使えないってなったじゃないですか、うんですね、何年か前に、うん、それで私その ないってわけいかないから携帯が、うん、それで2年前か3年前ぐらいにスマホに変えて、はい、それでスマホで写真っていうか動画撮れるのかなっていうふうに思ったんですよ、うんで私横で撮れると知らないぐらいの知識だった、うんうん、で縦しか撮れないと思ってたよねでも猫が来て1年ぐらい来てたから猫撮ってみようと思って家の中からこっちにね、はい、座ってた猫撮ったんですね、うん、そしたらその自分が撮った3分か4分のその動画に自分が取り憑かれたんですよ、うん、でそれでこれからどうやって生きていこうかと思ってる時だったの主人亡くなってねやっぱりここで田舎でギャラリーとしてやっていくのにね滋賀のこういうところで私
田舎の暮らしとかね、この間にの集落とかね、自然とかね、そういう、まあ、猫とか、まあ、生き物ですよね、カラスやら犬やらいろんな人が通ってて、その散歩からの間にドラマがあったんですよね。で私なりにそれを残しておきたいと思った時に YouTube っていうその形しかなかったっていう、あの他にその置いとけるものっていうのがなかったんですよね。それで YouTube スタジオっていうところを作って、それで動画を出してもらったかな。疲れたようにその動画しか上げない日々が1年2年続いて、何も他やる気なくて、あの家業のギャラリーもする気なくなって、だからもう本当に猫ばっかり撮ってました。あんだけ可愛いしもねえ、ほんまに愛嬌ある。そうそう、ね、愛嬌あるんですよ、ね、愛嬌ある。どっか行っちゃった、どっか行っちゃった、隙間に入ってどこかに入っちゃった。だからあの猫を通して、うん、だからなんていうのかな、それはだから、あ、まあ、なんていうの、そういうふうにこう自分が取りつかれること自体、なんでこんななってんやろうと思います。でも夢中になれるものっていうのは、うん、大事ですね。でも大事ですね。そういうふうに人がなるっていうことを知らなかったから、うん、取りつかれるというね、で私が。動画に取り憑かれるっていうことは、そういう体験として初めてだから、うん、どういう意味があるんやろうと思って毎日思ってましたけど、で今に至るって感じですよね、うん、だから収益っていうのが上がってきたから、それであの自分の暮らしの足しにはなるわけですよ、うん、本当にそこに来るまでなんかやっぱりそう、やっぱりそういうふうにやっぱ収入につながるってことは、あの取ってても罪悪感みたいなのがちょっと減るわけですよ、うんうんうん、ただ時間費やして、うん、その携帯代にしたって何にしたって費用かかるじゃないですか、うん、それに関してあのかかったとしてもただひたすらこう上げちゃうわけだから、家族が心配してるって、うん、あの援助してもらったよね子供に、うんうん、そういうのが続いて、やっとって感じですかね。たっちゃん。そういうなんか外が好きですね。だから猫は賢いと思います。猫よくわかってるから、あの協力者、私の協力者やってるか、この家の大黒柱。主人の生まれ変わりみたいな感覚な、うん。主人が亡くなった頃に生まれてるかなっていう。触っていいですか？触っていいですか？触っていいですか？人懐っこいから、ね、そうなんだ。さっちゃん、だから本当に猫に見習う。そういうこと気がつきませんでしたけどね、うん、猫飼ってやね、猫がやってきて、そうですよね。で、くれたいとこもね、私が一人になって寂しいから、あの、まあ、最初からうちに来る予定の猫じゃなかったんだけど、うん、まあ、そう巡り巡ってうちにあの声がかかって、うん、で看板猫になってくれたらいいという思いもあって、うん、あの、あと私が寂しくないように一人になって、うん、でその通りになりました。ご縁ですねこれもね、本当本当、取られ慣れている取られ慣れてる。もう、ね、だからそのそうですよね。だからなんかなんていうのかな、不思議やね、うん、巡り合い、うん、にゃー、このペスポジにゃー、うん、動物とか飼ってらっしゃいます？あ、私あの犬が、柴犬がいます。あ、そうですか。家に振り回されてますけど、芝のニャンコと同じような気質があるので。あ、そうなんだ。うちの猫は犬みたいなって言われてるんだけど。さっちゃん。あ、そっちはダメだよ。いや、向かい行くんですよ。あ、朝か。朝は行ってないか。昨日だいたい行くし。それで、
まあ、あの私が入れるところはずっと行くんですけど、入れないところはもう待ってる、うん、もう普通に帰ってきてちゃんと分かってる、分かってるんです。ありがとうございます。はい、こちらこそそこにありがとうございました。ここにいるのよね。車が来ます。車来た、うん、すいません。はい、どうも。はい、失礼します。はい、どうも。Yeah.